デトロイトスティールを知ってるか？あいつとキャプテンのカラーリングは。さて、みんなで責任を追及し始める前に、僕の仮説は理論上はうまくいくはずだったと。これがバナー博士の裏の顔？角は初見だな。それだけじゃないぞ、トミー。マザーの目を通して、やっと自分の可能性が見えてきたんだ。話し方も変だぞ。これがお前の。マザーの守護があるんだ。わかるだろう。お前の運命は決まった。そんなもので止められるか。マザーが守ってくださった。どんな手を作ってもやり遂げるぞ。倒れない今の忘れないぞ。間違いを犯したな。お前は死ぬ。医者に見てもらった方がいいかもな。僕に向かってきてる。まさかブルースが自ら感電しに行くとは思わなかったんだ。陽皮紙を破壊する方法が必要と言われたから考えただけだ。やるも地獄、やらぬも地獄だ。ほら見ろ、彼は分かってる。お前はあのお方にふさわしくない。リリスのしもべに容赦はしない。敵の精鋭も私たちにはかなわない。まだ私にご就寝よ。
トニー、君のおかげで発想の大転換ができた。礼を言うべきだろうな。今まで随分苦しんできたから。でかいバージョンの時はあまり流暢に喋らない方が好みだな。僕を押さえつけておくことは君にとってメリットがあったはずだ。いじけるんじゃないブルース、レディスにそう思い込まされてるんだ。長くはかからないさ。お前らじゃうちの駐車場の警備員も倒せないね、絶対。覚悟しろ。お前も同じように苦しみ。とにかく人数を送り込めばなんとかなると思ってるな。終わらせよ。何の進展もないじゃないか。尖った木の枝を投げつけてる方がマシだぞ。今までどうやって彼を制御してたの？制御というかだな、最寄りの敵に向かわせていい結果になることを祈るという方が正しい。不安しかないね。真の味方だ。それでいい。地獄に選ばれた。ファーザーが守ってくださった。後悔させてやる。僕の中であのお方の炎が燃えている。魂をマザーに捧げる。逆らえる者はいない。ヘルファイアが弱まる。